どうも、ロードシルクチャンネルでございます。シルクロードの個人チャンネルへようこそ。本日はですね、ここは場所は墨田区あたりかなに来ているんですけど、あ、引き船川通りとかその辺かなんですけど、今日は銭湯の動画なんですけど、ちょっとね、入るところは映せないんで、ちょっとね、話だけここでさせてもらえればなと思います。なんとですね、今日昼に、まあてか朝だな、銭湯さんとのお仕事をやってですね、今からまた銭湯に入るわけです。まあ、2軒目なんですけど、今日なんで2軒目に行くか。僕東京銭湯ってアプリを入れてて、僕のね1個の趣味が銭湯なんですけど、銭湯さんのお店さんごとにスタンプがあるんですよ。それを集めてくっていう、まあスタンプラリーを僕やってて、東京の銭湯だけでね、ここ、今ね岡目湯さんに来てるんですけど、ここで100軒目になります。ようやく、3桁に行きますね。で、記念すべき日なので、ちょっとこのね入るところは撮っとこうということでね、ちょっと今見ます。銭湯でいうとこんな感じ、こんな感じなんだけど、ここ100軒目なんですよ、ここで。でね、たまにあるのがスタンプが置いてないって時もあるの。だから一応俺実質100軒以上は行ってんだけど、ここで100個目のスタンプになる。ただここにちゃんとスタンプがあるかどうか見ます。見れるんですよ。墨田区貼りました。リストに載ってましたんで、早速ね今から100個目のやつ押しに行きたいと思います。その前にちょっと飲み物だけ買ってね。この後実は生放送なんですよ、僕。なんでささっと入って出ようかなと思います。じゃあね、早速入りましょうか。行きましょう。はい、家に戻ってまいりました。ということで、なんと、今回ね岡目湯さんに行って、記念すべき100個目を押してきました。じゃん、スタンプ、100個目になります。獲得数100。よーく見ると、コンプリートまであと470って書いてあるんですよ。でも、やっぱ近年銭湯さんが減っちゃってるっていうところもあるから、もしかしたらね、このコンプリートまでの数字が変わってくるかもしれないですけど、470件ですね、あと。そしたら東京全銭湯クリアみたいになるけど、まあ470は相当ですよ。1年ぐらいかかったんかな、俺は。100件獲得するまでに、まあ結構時間かかってしまったんですけど、いや、嬉しいわ。わあ、すげえ、スタンプ100個だ。これを目指してね、結構ずっと銭湯に通ったりしてたんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。この後、まあ、実は僕生放送あるんですけど、先にちょっとだけビールドいただきます。100件いったんでね、ちょっと待って、よいしょ。はい、自分の作った杯で乾杯しよう。キャップガンでね。それでは銭湯スタンプ100個獲得おめでとうってことで乾杯。よーし。あぶねー、鼻までビールきた。溢れそうだったら分かるでしょ、この泡見て。いやー、嬉しいっすね。ちょっとね、100軒行く頃には自分のビール出したいなとちょっと考えてはいたので、いや、それが叶ってよかったです。100軒目はね、まあ墨田区になりましたね。いやー、嬉しいわ。本当にね、この銭湯での思い出っていっぱいあって、まあ自分がね本当に疲れた時に銭湯入ってね、うわー気持ち休まるわーっていう時もあったし、ちょっとお伝えしたと思うんですけど、まあ今僕のね奥さんであるユンちゃんとのデートも、銭湯だったことが、多々ありましたね。ほんとね、銭湯で2人のね、まあ一緒のお風呂ではないからさ別れるんだけど、まあ、出てきて「今日のお湯こうだったね」とかって話しながら、じゃあちょっと軽く飯行こうか、飯食って、そこでね YouTube だったり、なんか私生活の話だったりね、そもそもまあ子供の話だったりとか、まあなんかそういうね人生の話だったりとかね、いろいろしたので、すごくなんか未だにねこう思い出はいっぱいあるんですけど、思い返せないぐらいいっぱいある。それこそ銭湯で喧嘩してるおっちゃんとかさ、腰に手当てて牛乳飲んでるおっちゃんがいたりとかさ、あ、そう、下足っていう、下足板って靴入れるところの木のさ板があるじゃないですか、あれを「すいません、下足板がないんです、靴が取れないんです」って言いながら靴持ってる人いたの。下足板じゃなくて靴持ってたのよ、その人っていうね、メガネメガネみたいな人もいたし、本当にね、いろんな人に出会いました、僕銭湯行って。もういいだろってぐらいね、アイス食うおっちゃんとか、最近できた精肉店の悪口を言うおばさんの陰口とかね、たまたま銭湯行ったら知り合いに会うとこもあったしね、俺。いやー、なんかいろいろと思い出せばいっぱいありますけど、とにかくね、
癒しの時間ができた。でアクティブながらも癒しになってるっていう、まあ、行くとこまでアクティブじゃないですか。結構行ってアクティブな趣味なんだけど、そこではね癒されて、でね、なんか何でもないことかっこつけてるわけじゃないですけど、すげえ感謝できたりとか、すごくね、うわーなんかこういう日常ずっと続いてほしいなとか思える、何にもないことが幸せだなってね、マジでね銭湯行くと思えるんですよ。そう、石鹸の香りがするだけで、あ、いいな、心休まるなとかさ、本当になんか久しぶりに会ったおっちゃん同士がなんか、最近お酒止められてるんでしょみたいな、そうなんだよねみたいな、また検査が入ってさ大変だねみたいな、この夏のね、それこそお酒うまいぞって、いやでもちょっと我慢かな、ぽっくり行きたくねえからさみたいな話とかしてんのも、そういうのを聞いてて、あ、なんかこういうなんか年の取り方いいなみたいな、ずっとこう銭湯に通ってるから友達がいるみたいな、だから僕としてはすごくいい趣味見つけたなって思いますね。でそれこそあの日銭湯検定とか銭湯のポスター見て、スタンプラリーがあるっていうのをこうやって見て、あの日からちょっと人生変わったところはあるんで、すごくねちょっと感謝はしています。まあ、100件行ったんですけどね、これからもねいろんなあの時間見つけては、なんかここなんか気になるなとか、これ良さそうだなっていう銭湯お風呂屋さんがあったらね行きたいと思います。いやー100件かも、早いな。さすがにここから200件目指そうと思うと結構途方もない時間があるけど、まあ銭湯もね長く付き合った方がいいと思うんでね、そんなすぐ終わる趣味よりね、ずっと続けてられる趣味の方がいいから、まあもう長く死ぬまで銭湯を楽しめればいいかなと思っております。いやー本当にね、僕なりにこうなんだろう、ここだっていうね行きたい銭湯とかまだまだあるんで、ちょっとねその行く時にまた動画だったりも回したらいいかなと思っております。ということでね、本日は皆さんこの動画見てくれてありがとうございました。今回の報告といたしましては、ようやく、東京銭湯のスタンプが100個集まりましたという動画でございました。おめでとう。ちなみに言うとね、ゆんちゃんもスタンプもう5、60個ぐらいあるんですよまあ一緒に行ってっからね、ゆんちゃんも100行くときが来るのかな、ちょっと楽しみですね。もうね認定証だったりとかバッジとかもねもらって、次は176件の時に次認定証とバッジがもらえます。あと76件行かなきゃだね、まだまだ長いです。まあでも東京中の銭湯回れるようにね、ここからも趣味続けていきたいなと思いますので、多分銭湯好きな方とかもこの動画見てくれてる方多いと思うんでね、ぜひともご覧ください。ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっとね実はこれめちゃくちゃラフに、もう今日何もないって感じに見えるでしょ、この後生放送なんでね行ってきます。今日お風呂入って酒飲んで、お風呂入って酒飲んでみたいなんでここから生放送でちょっと喋ってお酒飲みますまあ趣味も仕事も全力で、全てやってこそのやっぱり YouTuber かなと僕は思いますので、これからもそれをね追求していけたらいいなと思っております。そんな労働シルクチャンネルをね、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。ということで、それでは。